この剣に誓うあなたの勝利と栄光を。こんにちは、今回は突進ロイヤル使っていきたいなと思います。突進といえばつっかめつっかめっていうね、カード、こいつがいるんですけど、このプリッツランサー、こいつがやっぱ有名やな、突進って言ったら。で、あとはまあ、こう牛、牛さんやな。牛、まあ突進も出た。まあ、あとはサハクイエルで、まあ、ルシフェルとかバハムートを突進させたり、まあ、レオニダスからのバハムート、で、レオニダスの石を出していったりする。まあ、あとはファングスアンアーな。ということでちょっとやっていくか。まあ、結構突進カードは入っててね、今後もなんかすごい増えていったら嬉しいなと思うけど。でね、最近、思うんですけど、次回の新パックね、もしかしたらね、まあ、4月っていうこともあり、まあ、レジェンド3枚ずつ来てもおかしくないんじゃないかなと。というのもスタンダードパックみたいな感じで、レジェンドが3枚ずつ来てもおかしくないかなと思う。やっぱレジェンド1枚ずつの追加やと、追加やとあんま環境がね、面白くない。もう、いっそのことレジェンド100枚ぐらいな、追加してくれればね。もう一気に無課金税が払われてしまうけどな。まあ今の段階でも結構苦しい人いそうやしな。カード結構多いって感じる人もおるし、少ないっていう感じる人もおる。まあ、私は少ないと思う。ただ無課金税は多いっていうね、思ってるわ。多分スタンダードパックとか結構課金したから、あそこ全部揃えるのは結構金額がまあ知れてるけどな。小賢しい。まあでもプリッツランサー出せるからまあ負けてもいいかな。というのはな、冗談でね、負けたらあかんか。で、冥府やから小賢しいな。小賢しい。まあ、ここはプリッツランサー出すか。出して。突っ込め、突っ込め。その首、もらいまーす。この首、もらいまーす。で、小賢しいな。ちなみに、このプリッツランサーのイラスト一番、いや、ケルベロスといい勝負するで、これ。いや、ほんま。ケルベロスといい勝負するぐらいなんか好きなイラストやわ。なんかレムリンに似てるな。まあ怒られるか。で、土ばっか置いてるからちょっと怖いな。あれが来たいな。あんまりいじめないでね。あれ来るとフローラルフェンサーがな、進化しても打ち取られてしまうからきついんですよ。で、でもあれ来たら負けかな、ほぼ。ただ土にはね、オーラルセイバーが使えるから、まあルシフェル2枚もあるし、冥府確定ですね。はい、もうこれが来た時点でもう冥府確定やわ。なるほどね。はい、で取ります。なるほど。まあここはフローラフェイターでいいと思います。はい、バハムートも来たし、もう土とかバハムートで一掃するか。で、冥府はなんで冥府エルフが減ったかっていうと、やっぱバハムートのね登場によるわ。バハムートがある限りやっぱ冥府はもう流行らないと思う。まあ、安定はしないというか、以前のようなね輝きはもう取り戻せないかな。で、ロイヤルにバハムートが入ってないと相手な、結構高をくくってるやろ。熟考になったらバハムート出すからな。で、冥府をすべてね一掃する。そこまで読めたわ。そこまで読めました。で、小賢しいな。小賢しい。で、なるほど。土ばっか置くな。全部バハムートで破壊した時の快感は恐ろしいもんやろうな。まあここ備えるか。バハムートにまあ備えるって感じか。オーレリア一応取っときたいんで。で、もうこれ相打ち取っちゃうか。まあいいです。はい。まあお互い進化権を一つずつ残していく。まあいい試合になりそうやな。で、7コスで、まあオーレリアしかないんやけど。あ、金玉か。それずるいわ。小賢しいな。小賢しい。なるほど。あ、サハクイエルは大きいな。じゃあ、
ジュワシって、これまあ、粒子ベルか。で、これ取って、でもサークイエルは、進化をどうやろ、使うんかな、これ。ただ、使ってもしょうがないって、まあ、攻撃しますんで、そうやな、まあ、ルシフェル進化でいきたいが、ここはちょっとターンシュレ、あ、ゴールも破壊してもしょうがないしな。あ、まあ、ルシフェル進化で殴った場合、もしくはオーレリア進化で盤面を取った場合、まあ、サークエル進化する意味はあんまりなさそうやな。こんな感じ。ノノケンか。なるほど、なるほど。もうバハムートで全て焼き払いたいな。もうナウシカのね、巨神兵の、最終場面。焼き払え！チクッ！だからこれ盤面に出てるアミュレットとか全部オウム、うん、オウムの子供。攻撃します。でもルシフェル進化で、はい、ルシフェル進化で殴っちゃうと。もうオウムの子供はすべて焼き払って。いや、ルシフェル現役で強いな。我は今日天空の番人滅べ。で、ハチコスはもうそろそろ冥府来そうやけど、まあ来ないか。まあ来ないな。まあ全部、バハムートで一掃できるけど、ただ冥府を出した後にバハムートを出すのか、それとも今、10個数になった瞬間にバハムートを出すのかっていうのは非常に、悩むところやな。ただルシフェルを破壊できるのかっていうところがまず、相手の課題かな。で、のの剣2枚目来るっていうのも考えられるけど、それ来るんであればバハムートも出しちゃうぞ。冥府も完成しなさそうやしな。で、結構やばいんちゃうか。特にフォロワー、例えばゴーレムの錬成とかがあっても、ルシフェルは取れないから、もしかしたらルシフェル倒せないんじゃねえか。もしそうだとするならば、相手次のターン負けだぞ。さあどう出るかやな。まあでもルシフェル倒せなくても、まあ次のターン5のの剣で出るから別にまだ大丈夫なような気もするけど。破壊の儀式、じゃあ浜の儀式か。浜の儀式なのかな。浜の雨式か。アメリカンフットボール。いいよいいよ。じゃあこいつ、エアーズ6でナイトを出す。弱いな。ただ6で8やから、4で9やから、なるほどね。じゃあオーレリアを、ジュワして、で、こいつを、突進させると。で、これは打ち取って、弱い。牛弱いな。牛やな、さすが。で、バハムートが確か2枚やったかな。だから貴重に使っていかなあかんねんけど。ここ非常に悩むな。でも、売っちゃっていいんちゃうか、これ。結局、冥府が発動しても、バハムート13体力あるから破壊できないわけですよ。小賢しいな。小賢しい。もうこれバハムート一掃しちゃうか。早いような気もするけどな。どうしようかな。次のターンバハムート引ければな、惜しみなくできるんやけど。非常に悩む。あ、えぐい、めんどくせえ。バハムートで一掃しても次のターンゴーレムが2体プラス人参が出ることは確定するから、まあ打ったところでそんなにね取れるとは思えないんですよ。で小賢しいな。ただデッキが27枚と、そうやな、バハムート引ければ惜しみなく打てるが、ランサーか。まあそうやな、全部打っちゃうっていう手は一つあるよ。あるけどゴーレムが出されるからな、まだ耐えるっていう手もあるけど、ただノノケンが次のターンどうせ破壊されるから、この3体を取る価値があるのか。オーレリアを出して耐えてからって、もうちょっと耐えてからにするか。ちょっと焦ったら負けるからな。まあ、この選択は間違ってたのか、合ってたのか、後々の結果を見ていただいたり。いいね。そういう手段があったわ。レオニダスを出してからバハムートやったら納得できるわ。やっと納得のいく答えが見つかったわ。まあ、冥府がね、来た時にやっぱ打った方がいいから、まあ、相手に試させておいて、最後バハムートで一掃。で、
オリーが出します。なるほどなるほど。まあそうやってね、あの悠長に戦ってくれることは別にありがたいんで、進化。なるほど。でもこれ打たないとやばいような気もするけどな。ただレオニダスを生かしたいっていうのはあるしな。あーでもこれ全部顔狙われるわけやろ。ってことはやっぱもうバハムート打つしかなさそうですね。はい、打つしかないです。これ打たないと負けるんで、バハムートをジュワして、相手予測してたかどうかやな、これが。あー、もしバハムートを予測してたんであれば多分また並べてくるんですけど、もし予測してなかったら多分今驚いてる感じやろ。ロイヤルにバハムードが入って、はそんなこと誰が予想できる。あー小賢しいな。あれ、それ予想できねえぞそれは。これ負けやな。あ、負けやな。あれ、それはさすがに予測してなかった。バハムートをバハムートで取られる、しかもウィッチで出てくるなんて、それは予想してなかったわ。お見事やな。あ、まあお見事ですわ。これだからカードゲームはたまんねえぜ。